号のあのサイトありがとうございます。レッサーちゃんがね、そう今日の縫いね、います。ね、ポーズ。おはようございます。本当は5時からやりたかったけど結局無理だった。おはようございます。珍しすぎる。そうかな。でもそう、イベントの時は結構やってたけど、イベントぶりではある。ない大好きだ。本当ですか？画質が悪い、嘘。いつも通り、いつも通りというか、今日も Wi-Fi はついてないね、ついてないし、Wi-Fi つけない方が早いんですよ、多分。だから Wi-Fi ついてないし、一応、5G でなんか電波のやつ全部最大にはなってる。おはようございます。あ、ギフトもありがとうございます。おはようございます。笑顔のあのサイトありがとうございます。あ、そうだ、お礼配信の時に皆さんのお名前を書いたんですけど、お名前をお書きしたんですけど、その時に来れなかった方も多かったのかなと思って、スクショは X にあげていただいたんですけど、やっぱりなんかまだ全員には伝わりきってないなと思って、チャットを全部、チャットじゃない、写真をさっき、そう、全部撮って撮り終わったので、チャットとかに送ります。送っても大丈夫だそうなので送ります。だから総合金ランキング100位までの方全員に届くといいな。ノーメイクではない。ね、涙袋だけ作りました。なんか、ラメは入ってないけど、すごいナチュラルに見える。なんか今日ノーメイクで行くお仕事だから、メイク落とさなきゃいけないんですよ。だから、ジェンガンをやると、せっかくすごいね、いつもよりも、いつもの洗顔がクレンジング洗顔だとしたら、クレンジング洗顔さらに、なんか、酵素洗顔だっけ、パウダーのやつもやって拭き取りの化粧水とか、美容液とか、スキンケアもね、入念に綺麗にしてある状態なので、メイクをしてメイクをもう一回落とすってすると、肌が痛めちゃうかなと思って目だけにしました。だからここだけ落とします。おはようございます。今日も可愛くてありがとう。そうですかね。なんか全然肌
んとかがそんなに状態良くないんですけど、そんな言っていただいて、眉毛も描いてないし、優しい、ありがとうございます。でもなんか朝だから頭は働いてないね。朝から嬉しい。本当ですか？よかった。今日平日だから皆さんお仕事なのかな。そう、今日お誕生日の方いるよね。いらっしゃるかな。笑顔の話されてありがとうございます。ああ喉が。おはようございます。ちょっと待って、映ってきて。おはようございます。朝から癒されます。でもなんか朝の配信だとお仕事前に元気をもらえるみたいなコメントをいただいたことがあったので、今日これからお仕事の方に、なんかなんていうの、ちょっとでもなんか届けられたらいいな。でも朝からそんなに頭回ってないし、そんな話ってない。おはようございます。暗い。いつもと同じ照明なんだけどな。いつも通り一番明るいやつで一番マックスにしてる。変わりました？あれ、さっきも一応これにしてたはずなんだけど、あれ、間違えてたかも。設定明るくなったかな。花絵しか。本当ですか。あ、待って、そうですね、スタコレの開封をしましょう。またあのパックをプレゼントしてくださった方がそういたいたので開封もします。おはようございます。朝ごはん私は半分ぐらいだけ食べました。皆さん食べましたか？おはようございます。いつ見ても目が世界一素敵です。なんて優しいコメント。おはようございます。笑顔の話されてありがとうございます。ないポーズ。でもそう、なんか返信とかでもいただくんですけど、今日の予定教えてとか、今日はレッスンですかとか、言っていただくんですけれど、なんて言うんだろう、基本的にはあんまり言えないです。公演とか公開されてたら言えるけど、何々そのざっくりメイク中でよとか送ったこと全然ある、送ってるけど、なんか未来のこととかは基本的にはあんまり言えないので、理解をしていただけたら嬉しいです。なんかスキンケアをきれいにやりすぎたせいで肌にいろいろ重ねたから、今度前髪がすごいなんかしっとりしてしまっている。
朝から元気出た、本当ですか？こんな頭働いてない、なんかのんびりゆったり、本当に大した内容があるわけでもないんですけど、こんな配信でも少しでも元気が出たと言っていただけるなら配信してよかったです。可愛く言ってくれてありがとう。なんて優しいコメントありがとうございます。おはようございます。ナイポーズ。ちょっとコメント止まっちゃったかな。ちょっと飛ばします。笑顔の穴咲いてありがとうございます。仕事より花江のルビーずっといたいです。そりゃお仕事はそうなってしまう。でもそう、花江ルームがこうずっといたいなーって思っていただけるような、なんかそう、なんかのんびりゆったり、これからはたくさん配信しようと思ってるんですけど、のんびりゆったりな配信が多くなっちゃうと思うから、なんかそんな配信でも痛いって思っていただけるような配信にできたらいいなと思ってるんですけど、でもそう言っていただけるとすごく嬉しいです。おはようございます。ナイポーズ。一日中ラッキーでいられる。うう、本当ですか？そう、今日一日がいい日になりますように。あ、そう、スパコレ開封するって言って開封してない。そう、ギフトもたくさんありがとうございます。自分も今日誕生日、おめでとうございます。素敵な一年になりますようにお祈りしています。お祈り？なんだろう、私が少しでも素敵な一年になるサポートができたら嬉しいです。ナイポーズ、おはようございます。あ、そうだ、BLT さんの7月号に、新潟のキュートのヒーローズで、銀エデンの同盟チームで掲載していただくこと、いただいていくことになりまして、BLT さんの7月号です。5月の28日発売で、結構普段とは違った私なのかなと思うので、温かく見守っていただければ嬉しいですし、ぜひゲットしてみてください。そう、でもこれも本当にたくさん応援していただいたおかげなので、たくさん応援していただきありがとうございます。あ、確かに見てる人が朝で明るいからとかもあるのかな。アイスクリーム食べた、朝からすごい。え、でもアイス食べたい、私も。おはようございます。ハナエポーズ。もう2度目の訪問の方も、そう、フォロワーさんを増やしたいので
テロップをつけていなかった。よいしょ。そう、フォロワーさんもね、なかなか増えなくてちょっと悲しいので、ぜひフォローしていただけたら嬉しいです。なんだっけ、どれだ？これだ。スタコレのパックを一つ。まだ、いただいて開封してないのがあるので開封します。ロングさん、ありがとうございます。何が出るかな？すごい回ってる。あ、カイリさんと、コンサートのパックですね。スプリングコンサート。あ、西川春菜ちゃん。時衣装似合ってる。と、そしてもう一枚は、お、松坂佐保ちゃん。結構4期生のね、カードたくさん持ってる。嬉しい。コンサートの写真じゃない。なんていうの？カードが増えてきました。ありがとうございます。アルバム、なんか迷ってて、コンサートのアルバムを作ろうかな。でもな、コンサートのアルバムも作りたいけど、3期のアルバムもあるから、3期のみんなをどっちに入れようとかな、悩んで、一回コンサートアルバム作りかけて消しちゃったんだよね。おはようございます。全然風邪をひいてないですよ。花粉症ではあるけど、全然大丈夫です。おはようにゃん。花にゃんはもう冬眠しに行ってしまったので、次はハルニャンとリリニャンにヘンテコリズの二人がやってくれると思うので、きっと二人の猫を私も見たいし、二人がやってくれるって言ってるわけじゃないけど、私が勝手にやってほしいなって思ってるだけだけど。でもおしゃべり会とかがね、ないからね。おしゃべり会ないのにさ、普通の配信で猫をニャンニャンするのってかなりの勇気じゃないですか。私はしてたんですけど。だから、なんか、またおしゃべり会とかそういうイベントがあったら、二人やってくれないかな、っていう願望。癒し担当。初見です。本当ですか？ありがとうございます。ぜひフォロワーさん3500人今月中に目指しているので、ぜひフォローお待ちしています。おはようございます。美人さん優しい、こちら。おはようございます。前のことを考えながら仕事行ってきます。お仕事お疲れ様です。でもそっか、もうそうですよね、
皆さん行かないといけない時間。今日も無理せずに、いい一日になりますように。そう、初訪問の方もね、来てくださってるから、ぜひ、ぜひぜひ、フォローをお待ちしています。ゆったり配信最高、優しい。朝からテンション高くはいけないね。そうだ。そうなんですよ。コールオブドラゴンズという、昨日かな?リリースされた、PR の投稿をね、3期生 X で、この前させていただいたんですけど、一緒にプレイできたらいいなと思っているので。でもそう、なんか、3期の中で私がこう3期生代表で選んでいただけたのが嬉しかったので、ぜひ一緒に楽しくプレイできたらいいなと思っています。そう。なんか前回のイベントみたいな、前回のゲームイベントみたいな感じではないので、楽しく一緒にプレイしてくださると嬉しいです。あたふたはしたくないです。あわあわしてって言われるけど、自分からわざわざする、しに行くことは、ない。でもなんていうの?たまに、ちょっとミスをしちゃったりとかして慌ててても、そう、あわあわしたくてしてるわけではないので、出ないと思います、めったに。入れておめでとう、ありがとうございます。そんなのいちゃん大好き、本当ですか?ちょっとコメントがちょっと前のやつだ。初訪問の方もぜひぜひフォローお待ちしています。おはようございます。笑顔の花咲いてありがとうございます。めっちゃコンタクトがゴロゴロする。ダメだ。ああ。そう、でもね、コンタクトとか薬とかを入れてるポーチを新しくして、昨日。あとはメイクポーチとかの中身をこう整理したりとかしてたんですけど、なんか動物とかの柄が刺繍で作られてる、なんかシリーズがあってすごく好きで、ポーチとかケースとかいろいろそのシリーズのを使って、なんかこう新しい可愛いのとか使うと気分が上がるので、なんか気分をちょっとでも上げて頑張りたいなと思ってます。なんかそう、リーカちゃんにこの前かな、最近のモチベーションは何って聞かれた時に答えられなくてモチベーション、なんか今頑張れてはいるけどモチベーションが分からなかったので、なんか
そうだね、なんか。そう。気分を上げていこうっていう。おはようございます。楽しみ本当ですか？ぜひ BLT さんゲットしてください。そう、いつもとはかなり違った私だと思うので、なんだろう、ちょっと不安な気持ちもありつつ、なので、そう、温かく見守っていただけたら、見守ってというか、温かく見ていただけたら嬉しいです。なんかこう、生写真とかの決め、こう、ポーズをとって決める感じじゃなくて、自然体な感じなので、あんまりまだ詳細をお話しできないんですけれど、そう、まだ写真もあげられないから、そう待っていて、それは、オフショットとかも、多分発売日以降とかにしか載せられないので、楽しみにしていていただけたらなと思うんですけれど、そう、メイクとか、そういう、のがいつもとかなり違うから、そう、ちょっと不安な気持ちもあるかな。でも撮影はすごい楽しかったです。あれ、何のコメントだろう。ごめんなさい、コメント貯めすぎちゃって何のコメントか分からない。ちょっと飛ばしますね。そう、マスクはですね、こっから下がすっぴんだからです。涙袋だけ塗ってある。私のメイクポーチの中で一番多いコスメは涙袋メイクのコスメです。なんかこだわりが、こだわりというか、いろいろ研究とかしたくて、ファンデーションとか、リップとか、ハイライト、シェーディングとかはなくなってからしか買わないけど、涙袋新しいコスメを見つけたら、すごい買っちゃうんですよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15とか。自分でもびっくりしてきた。そう。今日はでも久しぶりにラメを使わずに、なんていうの、コンシーラーを塗って、ちょっと影を描いた感じにしました。他がすっぴんだから浮かないように。おはようございます。セブンネットさんと紀ノ国屋さんの2種類のデザインがあるそう。そうなんですね。これをもう2種類ともゲットするしかない。皆さん2種類ともぜひゲットしていただけたら嬉しいです。おはようございます。買うときに恥ずかしくない。おはようございます。ナイポーズ、笑顔の話相手ありがとうございます。29日の公演投げる。お、友達もいっぱい来る。本当ですか？そう、ちょっと平日なんですけど、もしお仕事終わりとかにお時間が合うよ
ていう方はぜひ劇場でお待ちしてます。そう思い出いっぱい公演に初めて29日に出演させていただくので、そう、なんだっけ、20と21か、21と22にが申し込みなので、来週の平日なんですけど、ぜひ、私を応援してくださってる方はもちろん、そうじゃない方でも、ちょっとでも、見てみたいなって思っていただけた方は、配信はもちろんいいけど、劇場で直接見に、会いに来ていただけたら嬉しいです。そう、あと、今、春ブロック、季節ブロックが変わって春ブロックになって、サクタベでサインボール投げてるじゃないですか。私はまだこう、加入してから、何かこう、サインボールとか、そういう何かを客席に投げるとか、なんだろう。なんかそういうことをしたことがないので、今後出ていく中で、いつか投げる担当になれるかなと思って、楽しみにしてます。でもあれ、どういう順番というか、毎公演2人毎公演毎日2人だっけ、わかんないけど、2人ずつでどうやって決めてるのか知らないんですけど、いつか投げたいなっていう。おはようございます。これ初購入したアルバム作った、お、私のカードあるかな、スタコレいいね押しに行きたい。ちょっと待って、でもスタコレの皆さんのカードにいいねをつけに行くときは、その販売中のバッグとかのところから自分のカードの所有者がバーって出てるのを一個ずつ全部押して押しに行ってるので、見逃しちゃうのとかがあると思うので、ぜひ教えていただけたらいいねを押しに行きます。でもそう、その方をねまず探しに行くのがね時間かかるの。難しいよね。そう、なんか、なんていうの、このカードを持ってますっていうのを教えてくださると見つけに行きやすいのかも。今は、ユーザー名検索とかがないから、カード一覧の所有者一覧から、その方のお名前をタッチするしか飛ぶ方法がなくて、そう、例えばコンサートの私のカード持ってますって言ってくださったら、コンサートの私のカード持ってる所有者の中からその方のお名前を発見していけるので、もしよかったらなんかどのカード持ってますとか言ってくださるとすごく見つけやすいです。あ、でもあれだ、そう。なんていう、私のアルバム、私、北花のページにある私が作ってるアルバムに、いいねを押してくださってる方は、そこから飛べるわ。そう。
そう、皆さんのね、ページを探しに行くのがちょっと難しくて。でもいいね、たくさん押してます。見つけたらポチポチ押してる。おはようございます。初訪問の方もぜひフォローをお待ちしています。今月中に3500人行きたい。そう、もうさ、盛り上がり指数が2756もあるから、今見てくださっててフォローまだだよって方がしてくだされば、すぐにね、もうね、3500人なんて優に超えて、3800人とか、4000人いっちゃうのに。あ、でも、そう。あ、両方のアルバムに入れるっていうのはできるのかな？同じカードをいろんな複数のアルバムって入れれるんだろうか。待って、画面が暗いってめっちゃ言われるんだけど、別にいつもと何も変わらない。いつもと同じ明かり、あの最大限の明かりで、なんか画面暗いよっていうコメントをね、結構いただくんだけど、いつもと何も、すみません、違うことをしてるつもりはなくて、何が違うのかわからない。おはようございます。風邪ひいたわけではないです。リリニャン見たい。リリカちゃんやってくれるといいな。ヘンテゴリーズ部長権限で。でも部長認めたわけじゃないけど、私の代わりにニャンを引き継いでって言ったらやってくれるかな。でもハルチュンにはもうね、散々言ってる。もう花にはやらないから、春にゃんに任せたから。言ってる。花にゃんは花江じゃないの、勇気がいるの。そう。あの、花にゃんと花江は一応、別の生物？難しい。なんて言ったらいいんだろう。別の生き物というか、別の生物なんですけど、でもね、あの、呼んでくるのに、あの、大変なんです。3人でどう？私はちょっともう疲れたから、2人に任せる。そう、花にはめったに登場しません。おはようございます。あ、フォローしてくださった方は発見。嬉しい。はるにゃん、りりにゃん。ねえ、やってくれるといいな。最近は花や花以外のことしか考えていません。花以外のこと考えてるじゃん。花と花以外だったらもう世の中すべてじゃない？え？ 29 度？たまたま、テレビで、すいません、なんかペットボトルがペコペコいってる。なんかテレビで、あの、天気予報が出てて、新潟29度でした。気温そんな高いんだ。今やっと暖房はつけなくなったぐらいだけど、
まだまだヒートテック着てるし。ええー、そんな気温、でも最高気温がってことだと思うけど、29って、夏じゃない。おはようございます。コールオブドラゴンズさんはですね、でも詳細はまた投稿ポストすると思うので、でもリリースは昨日からされているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。近日中に詳細もポストすると思います。今日私の誕生日、あ、待ってました。そういるかなってね言ってて、お誕生日おめでとうございます。体調第一で、体調に余裕があるなって時に、ぜひまた会いに来てくれたら嬉しいです。少しでも笑顔とか癒しとかパワーを届けられるように頑張ります。いい一年になりますように。今日お誕生日の方お二人お祝いできた。ああ、忘るもんじゃない、なっちゃうものなんだ。え、そうです、本当に自分から知ってるわけない。ああはしてって言われるけど、いや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 、自分からするわけないじゃんっていうね。花井が一番大好き、嬉しい。一番が嬉しい。おはようございます。そう、思い出いっぱい公演デビューがあと2週間、13日後、2週間弱だ。あ、もう2週間切ったのか。ね、ポーズ。アワーはそのワード久しぶりに聞いた。でもそう、アワーはって言葉が出てこないような落ち着いた行動をね、ちゃんとできるように気をつけます。え、でもコンタクトはね、さっきつけたばっかりなんですよ。ワンデーのさっき開けて、さっきつけたばっかりなの。マスクは普通に、こっから下がメイクしてないのでしてるだけです。もう仕事もついた。お仕事お疲れ様です。コラボイベ、なんて言うんだろうな、コラボの前回のイベントみたいな感じではないから、そんなにザ・イベントって感じではないので、なんて言ったらいいんだろうな。でも詳細はこれからポストされると思うんですけど、そう。でも私もまだそんなに詳細が分かっていないので、曖昧なことを言うのはまずい気がする。でもそう、メンバーに選んでいただけたのがすごい嬉しかったので、楽しく皆さんと一緒に
ゲームが苦手な方も、私もゲーム得意ではないので、やるのは好きだけど全然うまくはないので、一緒に楽しんでプレイできたらなと思ってます。ねえ、農業部さ、昨日田植えしてたらしい。農業部の田植えって1年に1回しかないじゃないですか。だから参加したいなーってなんか前から言ってて、今年は参加できなかったから、来年参加できたらいいなー。田植え経験はあるし。そう、田植え経験があるんですよ私。だから力になれると思うので、ぜひスタッフさんお待ちしてます。そう、田植えじゃなくても農業部、1回、あれ、そっか、私1回しか行ったことないし、結構前だから、いつだっけ、あ、12月ぐらいかな、9月かな。でもそう、結構もう前に1回しか参加させていただいたことがないので、また行きたいです。農業部、農業好きだし、すごい楽しかった前回も。頑張ってください、ありがとうございます。おはようございます。初訪問の方も結構たくさんいらっしゃるので、ぜひフォローお待ちしています。ちょっと今日はマスクをしているんですけど、ぜひまた配信遊びに来てくださると嬉しいです。皆さん、あ、別に今配信切るわけじゃないんだよ、切るわけじゃないんだけど、配信終わるみたいな言葉になってしまった。でもちょっとコメントがたまり気味なので飛ばします。そう、花にゃんではないけど BLT さんに登場させていただいて7月号です。お仕事行ってきます。行ってらっしゃいませ、お疲れ様です。ちょっと喉が痛くなってきたので水が飲みたい。ちょっと待って、ペットボトルが冷蔵庫から出したらすごい水滴が。待って、結構前のコメントじゃない、ちょっとダメすぎだ、ごめんなさい、ちょっと飛ばします。コメントこんな溜まってるの気づかなかった。でも私とさ、リリカちゃん2人のユニットっていうか2人でのコンビ名とかまだ決めてなくて、
みたいな。ゆうなちゃんとポキタって言ってるコンビ名が一応決まってるけど、他のみんなとの二人でのコンビ名が決まってない。決めたい。めっちゃ売れたら花江の次につながるかな。でもそうですね、ぜひたくさんゲットしていただけたら反響の大きさでは何かになる、つながるかもしれない。そう、どのお仕事もつな、次にこうどんどんつなげていかないといけない。ぜひコールオブドラゴンズも一緒にプレイしていただけたら嬉しいですし、BLT さんもゲットしてください。朝から癒されっぽいです。本当ですか？あ、そっか、アンケートがあるね、雑誌は。ぜひアンケートで、あの NCT の企画が良かったよとか、あの汚いちゃんまた見たいですとかなんか自分で言うのあれなんですけど、アンケート書いていただけたら嬉しいです。あの BLT さんの編集部の方かなに届くと思うので、アンケート、そう、大事ですね。29有給取りました、嬉しい。でもさ、わざわざお休みを取ってとか、そういう風に予定を空けてくださる方もいて、すごい嬉しいです。おはようございます。配信何時まで決めてはないけど、8時20、30、20、20にやめて、それからもうちょっと時間に余裕があったらもう一回やるかもしれないにしようかな。思い出いっぱいおめでとう、ありがとうございます。ぜひ皆さん劇場でお待ちしてます。そう、ちゃん、そうなんですよ、公演ってさ、申し込みが2日間しかないからさね。難しい、その申し込む側としてもさ、2日間だと逃しやすいし、私としても2日間だと2日間だからね、逃さないように。空き缶ね。でもそう、なんか思い出公演はいろんなパーティーとは違う、なんかいろんな系統の曲というか、心に太陽とかの楽しい楽曲もあるし、でも大人な僕の涙は流れないとか、そういう曲もあるし、いろんな曲がもう入ってる盛りだくさんの公演なので、パーティー公演とはまた違った表情とかを生み
見せできるように頑張ります。でもそう、もう頭から友達でいましょうの表情が難しい。なんかその笑顔の曲じゃないじゃないですか。でも満面の笑顔の曲ではないけど、僕の涙ほどこうなんか大人っぽいのもちょっとなんか違う。ちょっとこう切ないような、難しくない？客席に届かなそう。サインボール。でも本当に中学校、小中学校の体育の、なんていうの、この体力測定みたいな、なんかあるじゃないですか。ボール投げ一番飛ばなかった。なんかさ、いろんな種目をやって1から10点それぞれつくみたいなやつで、私は持久走が得意だったので、持久走は 9点10点とかだったんですけど、ボール投げは1点か2点だった気がする。本当に一番下の枠7メートルとか、なんか本当にボール全然飛ばなかった記憶しかない。でも客席は本当に、だって劇場の客席でも届きます、大丈夫です。でも遠くのお客さんにも届けたいな。でも近くにも投げたいな。5個集めると願いが叶うんだよね。え、そうなんですよ。5個願いが叶うというか、5個集めると5個で1つの絵柄ができるように書かれてるんだと思います、多分。でも今どういう感じに投げられてるかちょっと分かってないけど、でも多分ね、5個集めるとつながるようになってる気がする。その日の5個、桜の形で5個なので、その日のその公園の5個で一つの絵柄ができるようになってた気がする。ヘンテコリズさんにね、ヘンテコリズでね、なんかしたいよね。コンサート花には出てないです。外注書、待って、何のコメントだっけ。カードのナンバーを教えたら、いや、待って、すごい、そうなんですよ。なんとカードには番号がありまして。例えばだけど、コンサートのパックの私のカード、何十何番だよ。って言ってくだされば、もう一発でパックのページ所有者から何番、あ、この方だって言ってるので、そう、何番を教えてくださるとさらに分かりやすいかも。あとはそうじゃなくても、私がアルバムを作ってるんですよ。私のアルバムにいいねをしてくださった方も押すとこう出てくるので、そこからも飛べます。なので、いいねをしてあるから、そこに名前あるよって言ってくだされば、それでもいける。ユーザー名検索ある、ある？なんだって？知らなかった。え？ユーザー名検索ってどこにあるんですか？ユーザー名検索。ユーザー名検索したこれで、え、どこにあるの、やばい、全然わかんない。なんだって。でもいいねを押しに行きたいので、ぜひ
教えてください。私のカードをアルバムに入れてくださった方は、ユーザー名検索発見できない、発見できない。あ、待って、あった、あったよ、あった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 、ありました。こういうのがあるんだ、今知りました。ちょっと待ってね。あれ出てこないぞ。で、難しいね。ユーザー名多分全く一緒とかじゃないと出てこないのか。難しい。でもぜひ私にユーザー名検索できるのを発見できたので、ユーザー名も教えていただけたら、そう、スタコレで使ってるユーザー名を教えてくださると嬉しいです。そう、難しいよね。返信のさ、お名前とさ、SNS のお名前とさ、ショールームのお名前とスタコレでさ、名前が若干、例えば、ひらがながカタカナとか、間に何か入ってるとか、アットマークがあるとか、言うだけでさ、出てこなくなっちゃうから難しい。でも、ユーザー名検索があるのは、今知りました。ありがとうございます。クラシック感あふれる画面、マスクにホワイトブラシ取られてる、あ、そういうこともあるのかもしれないけど、あの、いつも通りなんです、照明すべて。そう、でもなんか暗いから見にくいのかな、すみません。でもいつもと全く同じだから、ちょっとこれ以上明るくできないんだよね。お、18分だって、そろそろ一旦終わろうかな。でもそう、マスクの白さにこう、ここに白、明るさを吸い取られて暗くなってるっていうのがありそう。でもリリカちゃんだけじゃなく、結構そう、私はね、みんな呼び捨てで呼ぶのがあんまり得意じゃなくて、みんな大体ちゃん付けで呼んでる。ちゃん付けかニックネームだと呼びやすいから、ニックネームもあるかな。ハルチュンとか、ハルチュンを名前で呼ぶとしたらハルカちゃんになるから、もっちゃんも、もっちゃんか、もえちゃん。そう、みんな大体私はちゃんだけです。ん、なんだ？何のコメントだろう、これ。わかんない。最高気温が29度らしいんですけど、そう、それでもびっくりした。よいしょ。数ヶ月後に誕生日、数ヶ月はさすがにちょっと早すぎるから、ジンヤの近づいたら教えてください。そう、寒暖差ね、体調に気をつけて過ごしましょう。ん？待って、7時58分、どうでしょう。なんかちょっとあのさ、コメントこんなに止まってんの気づかなかった、ごめんなさい。
22分だって、ごめんなさい。嘘。当選期間29日。皆さんぜひ、当選しますように。花枝のこと考えてると元気になれる。嬉しい。なんかすごい、そう言っていただけるとすごい、なんか活動しててよかったなってすごい嬉しい。ノーズハイライトって何？ここ？メイクじゃなくて元々のスキンケアのチアとかもあるけど、メイクはねしてない。ハイライトは涙袋しかしてない。待って、コンタクトが取れる。入れたばっかなのに。花井さんのコンサートカード引けた、本当ですか？嬉しい。ぜひいいねをしに行きます。アルバム追加したら教えてください。トラクターはね、経験ないな。確かにお花も植えたい。ガーデニングね。お仕事皆さんお疲れ様です。ちょっと飛ばします。すみません、こんなにたくさんコメント、ごめんなさい。気づかなかった。初見の方もぜひフォローお待ちしてます。でもそう、たくさんのコメントもギフトもありがとうございます。こんなに黙ってるなんて本当にごめんなさい。気づかなかった。29必ず行く、嬉しい。あ、カレンダーアプリにそう、申し込み日になるとアラーム鳴るようにセット。すごい。ぜひそう、29日だけじゃなく、申し込み日もう21、22か20、21かどっちかなんですけど、もうカレンダーに入れてくださるととっても嬉しいです。すいません、タイムラグ問題ですよね。すいません、ごめんなさい。すごく時間かかります。反復横跳びはね、そこそこできました。でもそう、そうですよね。ボール投げのさ、ボールすごい飛びにくいですよね。なんかドッジボールぐらいのボールだった気がする。でもドッジボール本当に嫌な思い出しかない。ドッジボール本当に、なんかもうドッジボール大会とかって全員強制参加で、とにかくずっと逃げてるだけで怖くて、結構荒れてるクラスだったから怖いし、本当にドッジボール嫌だった。29日東京から見に行く、嬉しい。オーバーのこれからあるのでぜひお待ちしてます。半年後に誕生日、半年後にぜひ教えてください。すいません、ちょっとコメントがめちゃめちゃ溜まってて。シェアポスト管理ありがとうございます。多分そう、マスクのせいで明るさ調整機能かなんとかが反応してるっぽい。
お、最新に戻ってきた。え、でもそうだね。ドッジボール本当に、本当にもう、なんていうの？トラウマの一つ。地獄だった。もうだってドッジボールできないとクラスで攻められるし、でも怖いからとにかく逃げることしかできなくて、レクリエーション、楽しいレクリエーションの時間のはずが、ドッジボールやりますって言われたら、レクリエーション、どこがレクなのかなというか、え、ただの怖い地獄の時間が始まるんだけど、みたいな気持ちで。そう。なんか結構さ、荒れてるクラスで、先生よりも、なんていうの、クラスの中心の人たちが、わーってしてたから、先生を頼っても、ドッジボールからは逃げられなくて最悪だった、本当に。もう大嫌いだった。本当にレクじゃない。何がレクなのって感じ。どこがレクなんですかね、あれは。ずっと恨んでる。なのに全員参加にするし。一番、小学校で一番嫌だった。なんかドッジボールな気がする。よし、何でも、よし、何準備します。1位赤シャチさん、ありがとうございます。2位ライスちゃん、花枝け、ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。いい1年になりますように。3位ハピタン、はるきさん、ありがとうございます。4位、かん、さん、DB さん、KANN、さん、DD さん、ちょっと読み方違ったらすみません。ナイポーズ、ありがとうございます。5位、さんそんさん、ありがとうございます。6位、けんじですさん、ありがとうございます。7位、富安さん、花江さん、だよねさん、ありがとうございます。8位ファントンは花江ちゃん大好き激推しキャンペーン中さん、マキ、ありがとうございます。9位パンダの太陽さん、ありがとうございます。10位ケイトーさん、ありがとうございます。11位 UN ボックスさん、ありがとうございます。どうしよう、パート。12位、しめじじさん、ありがとうございます。ダサンポーズ。お、変わったぞ。なんだって？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、4だはず。11位、ケイトーさん、ありがとうございます。指ハート。13位、ニックネームさん、ありがとうございます。ピース。ちょっと待って。読んでない方いるかな？ちょっとわかんなくなってきちゃった。ちょっと読んでない方いらっしゃったらすみません、教えてください。たくさんありがとうございます。男女じゃない方もコメントギフトたくさんありがとうございました。もしかしたら時間がちょっとまだあるなって思ったらまた配信するかもしれないのと、今日とか明日とか5月後半できるだけ配信たくさんしようと思ってるので、ぜひフォローして、またゲリラ配信になっちゃうと思うので遊びに来てくださると嬉しいです。ありがとうございました。今日も一日いい一日になりますように。ありがとうございました。よいしょ。ちょっと待ってね。
がとうございました。